おはようございます。今日はおすすめ品を紹介しながらのメイクをやっていきます。まず一つのおすすめ品、このね、フーミーのモイストエイジングケアクリーム。これね、私ね、ちょっと前に買ったんだけど、化粧する前に塗るクリームで、化粧落とすときに夜帰ってきてさ、化粧落とすときにめっちゃなんか肌がツルツル、めっちゃツルツルするの肌が。あれ、これつけてからツルツルするなーと思って。でも夜はちゃんとした高いクリーム使ってますけど、メイクして仕事行く時間って結構短いから、これでいいかなと思って、節約のためにいいと思ってこれ買って、これいいって聞いたから買ってつけたらよかった。これ2800円かな。おすすめでーす。で、私最近やっぱ肌が汚くなってきたなー。シミみたいな、シミなんかさ、なんか見て見ぬふりしてきたわけ。でもなんか汚いでしょ、シミ汚いでしょ、なんかシワ顔だから、シワは気になってたけど、シミは脳膜だったんだ、ってシミは脳膜だったんですよ。でも最近気になり始めまして、ちょっと前から持ってたザセムのコンシーラーで、なんかね、もう全体的にちょん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 やっちゃって、なんかね、肌のここの部分が綺麗に見えると、これなんかペンみたいにしてっけど、人間肌のここの部分が綺麗だと、なんか綺麗な肌だって勘違いするらしくて、で、この赤みね。この赤みは、赤みも消して、こうなんか、ドール系の肌にしたいかな、みたいな。で、結構こうつけても、なんかね、薄らかすらファンデーション代わりみたいな感じにしちゃって、で、このクリオのいつも使ってるキルカバーで、ポンポンポンってちょっとやって、で、この一回やっただけで、あとこれを伸ばしていくうぜえな。で、伸ばしていこうキャンペーン。そうすると、これつけすぎたかな。今日はちょっとごめん。これつけすぎたかも、コンシーラー。なんか、セムのコンシーラーちょっと重いんだけどね。こう、夜対応するには、このくらいカバーするのいいのよね。なんせ今朝っぱらからやってんだけど、これ。朝からメイクをしまして、夜出勤するときまたメイクを落としてもさらにメイクするというメイク好きです。私はメイク好きでございます。メイクが苦にならないというか、もうなんかもう趣味ですね。もう半分趣味ですね。なんかあるよ、たまにやりたくねえなっつうときあるよ。あっけんちょも。でも、まあ、ほぼ好きです。ちょっと待って。なんかこれライトが、このさ、このリングライトが、リングライトどれ？リングライト、うずねえな、あれ、リングライト。あ、このリングライトが、強すぎっから、これ。強すぎっから。ちょっと、もうちょっと、どうなの、これ。もうちょっと遠くに、汚ねえ、肌汚ねえな、おい。リングライトもうちょっと話したけど、そうそう変わんねえぞっていうね。ちょっと私さ、鏡見ながら、ちょっとこの、携帯を見ながら、化粧するのって結構難しいのね。よれるじゃん、これ、よれないからすぐつけすぎた。つけすぎたら、スポンジで、何もついてないスポンジで、これフェイスパウダー用のスポンジだべって。この前、100均で買ってきたフェイスパウダー用のスポンジで、もうちょっと、厚さを取ります。こっちに吸収させちゃ。だからね、何もついてないスポンジって必要。結構必要だよ。で、この上から、パウダーを叩くわけなんですが、パウダーもさ、なんか、ラプードルだー、ミラノコレクションだーって、なんかそういうのを互いの使ってでもさ、なんか参考にならねえべなと思って、ちょっとね、メディアの、このちっちゃこいの買ってみた、ちっちゃこいの。これなんかこう、ちっちゃかわいい、なにこれかわいい。汚ねえな、なんか。ちょっと待って、これ汚い。さっきのこの、これ、このパフに、こう、つけすぎちゃうな。なんでもつけすぎちゃうな。もみもみ。そ
そしてやってみる。あ、悪くないんじゃないこれ。ちょっと乾燥、ちょっとどうだろう。あ、でもすごい。てか近づきながらやる。なんかね、カバーするよこれ。結構ちょっとカバーすんでね。ベガ、あ、悪くない。あ、これ悪くないよ。どんだけつけんだってな。で、揉み込んで、これ100均のフェイスパウダーパフ。あ、なんかサラサラとして、あ、悪くないこれ。悪くないですこれ。ちょっとトーンアップするから、ファンデーションそんなに白すぎるやつ使わない方がいいかもね。ちょっと待って、この自然光でやっていいかな。自然光で、自然光の方が分かりやすいよね多分ね。もう一回、どんだけやんだでな。どんだけやんだで。この辺に塗ってないあたりにこう。あ、でもこれ別によれもしないし、ま、パタパタパタと。なんかね、あの、ラプードルとかほど、あの、しっとり感っていうか、ちょっと乾燥する、いや、乾燥しねえな、別に。潤いのある下地とか使えば全然、いや、別に乾燥しねえな、大丈夫だ。これメディアの、痛いよ、また喧嘩してるよ。大丈夫？メディアのこの粉おすすめかもよ。メディアフェイスパウダーお白い。わかりやすくていいなぁ。お白いフェイスパウダー S、S って書いてある S。これコンビニで買ったのよ、コンビニ。これ、あの普通に、お、いいのこれ。これいいのこれ。喧嘩ばっかち、あー、お母さんの、ぬいぐるみ大事なやつ。大事なやつ。ねえ、それお母さんの大事なぬいぐるみだからやめてくれる、それ。ちょっと。あ、おやつあげる、おやつあげたらやめてこれ手っ取り早くおやつくれでやめさせたりしてっからダメなんだなこれな。すいませんね、なんか。そして長い動画になっちゃう、ごめんね、長い動画になっちゃうけど今日は許してください。最近心がけて短い動画にしようと思ってましたけど、あ、そして皆さんに注意があります。このユアグラムのジェルライナー。私ね、このね、キャンメイクのジェルライナーにぐらい良かったらいいなと思って買ったんだけど、すげーダメだった。すげーダメだったのに、クソほど買っちゃって、どうしよう。すごいダメだったのに、アホほど買っちゃった。どうしようって、人にあげますよ。あげますよ、皆さん。あげる。何食べてんのかと思ったら私がくれたおやつだった。私バカなの？ちょっと眉毛先描くね。なんか眉毛タトゥー行きたい。眉毛タトゥーやりたい。都会の方のうまいとこでやりたい。眉毛もちゃんと描く。それが最近の目標です。眉毛もちゃんと描くっていうか。なんか薄めに描くけど、あの、ちゃんと真剣に描くってことね。今まで真剣じゃなかったんかいみたいな。メイク動画とか上げといて、真剣じゃなかったっていうのはびっくりでしょ。私もびっくりしてる。私がびっくりしてる。びっくり。ほんとびっくり。ね、眉毛はね、何色で描くべかな。薄い色で描きてな、眉毛な。眉毛薄い色で描きてな。ちょっとね、オレンジっぽい眉毛で。あー！このクリオ先輩のオレンジ系使ってみっか。クリオ先輩ね。でもこれ結構コクついちゃうんだよね。こい。しつこいけど、こい。しつこい女なんだ。だから美容外科の先生にもすげえしつこくしてさ。もっと入れて、もっと入れて。いや、まだどのくらい余ってんの、ヒアルロンさん。どのくらい余ってんの。あれね、言わないと吐きされちゃうから。涙袋のヒアルロンさんの話なんですが、ヒアルロンさんね。湘南美容外科は 1cc4 万ぐらいかかるじゃない？それ、あの、
ちゃんと言わないと、どのくらい余ってんのって言わないと、破棄されちゃうんですよ。だから、余ってたら、ちょっと違う、ついでにここにも入れてれば入れてくれるから、だから私はね、涙袋で余ったら、ここに入れてって。それでしつこく、どのくらい余ってんの、どのくらい余ってんのってめっちゃ聞いてたけど、しつけえ女だな。しつけえ女、マジで。マジでしつこい。そして、なんか、このキャンメイクのシルキースウェアで使おうかね。03番ね。こういうなんか、そこら辺で手に入りそうなやつで、やってみる。やってみよう。やってみようね。そこら辺で手に入りそうなやつでね。これね、すげえこなしついんだ、これ。これはまぶた全体にここの部分を、ここの部分を、まぶた全体に、こう見せながら塗るっていうのは結構難しいもんでね。でも慣れましたけどね。底辺 YouTuber なりに慣れましたけどね。なんかこれやっぱ明るくすると分かんなくないか、なんか。明るい方が分かる？明るい方が分かんなくないのか。あ、これ調節できんじゃん、明るさ。なんだで早く言えてばが。ごめんね。バカって言って。ライトくん、ごめんね。バカって言って。ライトくんといえば最近、車の中で、デスノート見てる、最近。ヤガミライト。かっこいいよね、藤原竜也。あと22年目の告白だっけ？あれ面白い。昨日もネットフリックスで見てた。22年目の告白、私が殺人犯でしたっけ？22年目の告白、私が殺人犯です。あれも藤原竜也かっこいいんだっけ？そして、次はどこをどうしようかな。ここを、指。ちょっと一回指で、ちょっと二重幅に一回塗るね。いや、こがった。これ指で塗ると、粒子がちょっとビシッて潰れるから、濃く、しっかりつくんだよね。でもその代わり落ちにくいんだよね、指でつけると。粉自体、つく、厚によって、つき方が変わるから、こういう筆で塗ると、圧がそんなにこう、指ほど強くかからないから、ふんわり、色もふんわり乗る。その、アイシャドウにもよるけどね。発色の良さ。どうした、遠吠え？おい、どうした、遠吠え？まだ裏のおばちゃんに吠えで。裏のおばちゃんも迷惑だべっつの、ほたに吠えらっちゃら。まったく。ちょっとさ、二重幅、ちょっとすげえ濃くなりすぎなんだけど。朝っぱらから、あそこの奥さんすげえ化粧濃いんだでって言われちまべで。なあ。だからこれで、ちょっと、ぼかします。この粉質いいね。なんかキャンメイクってすごいよね。なんかシャネルとかに引けを取らないもんね。そうして。もう涙袋あるとさ、化粧楽しいな。なんじゃ、この締め色みてえなやつ。細い筆。この、岩グラムの細い筆を、細い筆で、ちょっと何これ、汚いのついてんの。この締め色のこの部分を、ここに、閉まんねえよ。あ、こう、平筆の部分。濃く塗りすぎて、これを濃く塗りすぎたことによって、これがわからなくなるという現象が起きました。あ、でも若干わかるかな、若干。でもそんな時、ここをくの字に、ちょっと塗っていこうと思います。締め色。二重幅を均等に見せたいので、この辺にも、二重ラインというかダブルラインってのは何つうんだってわかんない。まあいいや。で、くの字に、涙袋がここまであるから、ここをこうだな。間違ってっか？大丈夫か？これ大丈夫？なんか殴られたみたいになってね。大丈夫。茶色だからまた茶色だと。何言ってっか分かんないよね、私ね。何言ってっか分かんない。自分でも分かんないもんだって。自分でも分かんないもの。あ、ちょっとこの、ここの、えっとね、綺麗なあれで、ここの部分を、あ、ダメだな。こんな濃いの塗ったらダメだな。なんか、私にはちょっと使いづらいかも、これ。え、これを、ここに、涙袋にこう、大丈夫なのこれ。
って探り探りだからね、今私。大丈夫これ。なんかね、こういう風にやっちゃうと、せっかく涙袋入れたのが、これ涙袋ない人用のメイクっていうかさ、涙袋ない時に頑張って駆使して頑張って考えたメイクっていうかさ、これで涙袋無理やり作ってた、みたいなメイクになっちゃって、対して、こう、あんま変わんねえぞ、みたいな、いつものあれと変わんねえぞ、まあいいか。ぐだぐだぐだらしたら言ってんなってなもんでちまったんだから。ここを、やべ。ここをこう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 塗りまーす。ぷっくり感を出します。なんか昼間ミットさ、すげえやべえくらい入ってんだけど大丈夫これ。こんなに涙袋目立たせたらダメなんじゃないの昼間。これさ、ほんと涙袋ない、何回も言うけど、ない人用のメイクだって、メイクをやってた時あーって口開いちゃうのなんでなの。ない人用のメイクだから、ある人がバーってやっちゃうとすげえあるように見えちゃった。どうしよう。まあいいが。落とせばいいもんね。タトゥージャル飯落とせるよね。で、ブレイキッドアイライナーで、ブレイキッドアイライナーで、アイラインを、これ、なんか発色良くねえな、これ。こんなに発色良くないっけ？これ何？これヒロインメイクじゃねえの、これ。全然見えない。全然見えない、これ。すげえ話したけど、全然見えない。ちょっと待って。これは、ウォータープルーフ、ヒロインメイクだ、これ、多分。なんかもっとガツンと色がつく。これ。これいいな。アイライナーのおすすめはこれです。ヒロインメイクです。ウォータープルーフタイプの。ウォータープルーフって言ったって、お湯でおじんだっけ？顔洗うときおじんだっけよ。あ、これいい、これもっと買ってこよう。最近なんかリキッドアイライナー見当たんねえなと思ってさ。さ、犬にかわっちだ。リキッドアイライナー、なんかバラバラって、地震の時落ちたのかな？で、なんか犬に食われてた、いつの間にか。食われ、なんかガジガジされてたっつうの。参ったよね。メーター参っちゃったよね。ちょっとこれノーカットのメイク動画みたいになっちゃうんだけど大丈夫かいこれ。うざくないこれ。長くてうざくない。まあ、長いなと思ったら、こう、飛ばしてもらって。あと、今日は時間あるから、めぐみのメイク動画でも見れやっかみの人は、この雑な話を聞きながらラジオ感覚で、聞いてくださいよ。聞いてくださいよ。この、まつげとまつげの間を埋めるのはキャンメイクにしまーす。今日も安定の経過してるよ、ワンちゃんたちは。でもなんかさ、ほんと、なめくじ。でも私ね、そんなこと言って満足してっからね。涙袋にね。痛いもん、マジで痛いよ。やめてください。ティッシュで筆をきれいにして、ちょっと待って、私ハイライト用の筆、置いといた、あっちに置いといたんだもん。めんどくせえよ、トレーニングの。筆を拭こう。ティッシュで拭いてもなかなか取れねえ、あるある。そして、このセザンヌの白で、ちょっと明るくしたい。これね、本当に、昼間はね、ちょっと塗りたい部分にね、とりあえず塗っときはね、艶なしタイプが、絶対いいですよ。絶対艶出したい。してね、後でやりますけど、部分的に欲しい。あ、これなんだ、鏡的なのにこうやってた今。部分的に、こう、光らせたいところにだけ、光るハイライトやってもいいけども、こういうなんか、昼間はさ、何やってんのちょっと。何ちょっとそれストローじゃん噛んでんのちょっともう悪さしかしねえな、ほんとに。おいどく私も悪いんだけど。はぁ、子育てと一緒。昔なぁ、心ちゃんもタバコ食っちゃったっけなぁ。慌てて病院連れてたなぁ、あの頃。で、心ちゃんさ、ご飯あんま食べないから痩せててさ、赤ちゃんの頃さ。だから医者にさ、虐待疑われちゃってさ、ネグレクトみたいな。ご飯食べさせてますかみたいな。でもね、私はね、イラッとも何も来なかったですよ。なんでかって、やっぱり、そういうのって、周りがさ、本当にネグレクト受けてる子もいるわけじゃない？で、やっぱそういうの、聞くのも勇気がいると思うのね、聞く方も。で、やっぱり、そういうの聞いて、救われる子もいるわけじゃない？だから私は、その、聞かれた人に対して、
逆にありがとうみたいな、そういうのをみんなに聞いてくれて、嫌な役買って出てくれてありがとうっていう気持ちですよ。なんかよくさ、なんかイラッとするした動画っていう、なんか笑い話で言ったりもするけど、私は全然あのそういうの聞くのはしょうがないと思う。だから聞かれても、うちの子はご飯食べないからなんですとかって言わないであげて。向こうもね、そんなことね、あの好きで聞いてるわけじゃないから。私はまあそんな仕事やったことないけど、でもそう思う。なんか嫌でも言ってあげなくちゃならない愛情というかね、そういうのは、そういう人は必要ですよ、やっぱり。その子供を守るためとかさ。さりげなくなんかチークまで言ってんだけど。やっぱりね、あの、これマットタイプのね、チーク。チークは、あの、毛穴、この辺ある人は、マットタイプのチーク、絶対の方、絶対マットタイプの方が良いですよ。あの、テカテカタイプのやつだと、毛穴がめっちゃ目立つから、絶対マットタイプを選んでください。片言。突然片言。私もさ、毛穴ねえ人間なんていねえと思うんだけど、たまにいるじゃん、毛穴ない人。どう毛穴、だからここら辺にもほら、チーク塗りたいじゃない？私なんか塗りたいんだけど、わーって塗りたいんだけど、ここら辺の毛穴が、テカテカチークだと目立っちゃうわけよ。目立っちゃうわけよ。だから、あの、私はもうこれがもう最高だと思う。この色もさ、こう、なんか、これなんて書いてあるの？わかんねえけど、色も、これの薄いやつもあるけど、薄いやつも可愛いし、茶色っぽいやつだと、うるせえ、ああ、犬走り、やばい、コロスケの、ご乱心始まった、コロスケのご乱心、出て、今、肩持ってられた、肩。たまにね、あるのね、あの、ご乱心。コロスケのご乱心。なんか、ググったら犬走りつらしいね。犬走りだっけかな？なんか犬走り、なんか心さんがググって、現場はまだ落ち着きを取り戻してません。まだちょっとコロちゃんがうるせえです。コロちゃんどうした？最近コロちゃんなんかご飯食べないのに元気いいんだよね。なんか、あいって、ちょっと待って、これ見て、ちょっと、こんなうるせえ犬いる？こんなうるせえ犬、これさ取れにくいんだぞ。キャンメイクのジェルライナー、あ、取れた、よかった。乾く前で、乾いたら取れちゃう、取れないかんね、取れないギャンねえなつって、乾いたら取れねがんね、お金がんね。キャンメイクのジェルライナーしか勝たんよ、やっぱり。あのユアグラムの何やってんの、ちょっとあんたティッシュ食ってんじゃないの、まったく。ちょっと眉毛が濃すぎるような気がするんで、ちょっと拭きます、私拭きます。ちょっと拭いていいですか、拭いてちょうどいいんじゃないこれで。眉尻だけ書き足すっていうね。私眉尻が長くないと嫌なんだよね。眉尻がね、もうね、耳ぐらいまでこねると嫌なんだよね。まあそれは極端だとして、眉尻は長く、余白をなくす。この辺の余白ね。ここでチークでこの辺の余白が減ってるでしょ。あと、アイライナー本当はもうちょっと長く入れたいけど、なんかこの涙袋入れたら、なんかアイライナーがあまり長いとちょっと合わないなぁ。やっと餌食った。コロスケ。あ、このアイライナーなくなっちゃった。ジェルライナーなくなっちゃった。そういう時のために予備軍がおります。予備軍。いない。予備軍いない。あ、じゃあ、ラブライナーの茶色で。ペンシル。ラブライナーのペンシルもね、すごいいいの。これで、こう書きまーす。夢盛りライン。私が勝手に読んでる夢盛りラインね。ここを横の方に伸ばす。ちょっと、粉つけすぎて、なんか、書きが悪くなってる。粉つけすぎて、こう、書き味が悪くなってる。だけど、あの、キャンメイクのジェルライナーはそういうこと一切ないの。本当に一切ないの、そういうこと。あれ、あいつは優秀だぜ。あいつは優秀。やばい。ああいうやついいよね、ほんと。あいついいやつ。キャンメイクのジェルライナーマジで一生使いたい。一生共に。お前しかいないみたいな。お前しかいないっつうね。あの、婚姻届送りたいぐらい。好きです、キャンメイク。私、キャンメイクの案件来ねえかな。絶対来ねえ。こんな底辺 YouTuber に来ねえ。底辺 YouTuber には来ません。案件なんぞ来ません。でもさ、あの、最初3人ぐらいから始まった登録者様がさ、370人行かせてもろて、
行かせてもろて、ほんと、嬉しい。嬉しいです。ありがとうございます。本当にね、こんなアホな話聞いてくれるのかなとかさ、思うとさ、もうなんか申し訳なくなるよね、なんかね。ちょっと、ビューラーで目をひっくり返していきたいと思います。ビューラーで目をひっくり返すよ。私、まつげがなくてさ、昨日はつけまつけたけどさ、あの夜。つけまつけまつけまつげ。つけつけつけまつけて、そんな歌じゃなかったか。カラオケ大好き。カラオケ大好き。うちね、あの、みんな知ってる、いや、みんな知ってない。あの、うち、お父さんが30年前にカラオケボックスを出しまして、福島では結構、福島市ではね、みんな私ぐらいの年の人は、絶対一回行った時あるみたいな、老舗カラオケボックスで。周りにカラオケボックスがなかったからね。あの頃。はい、Dアップのロングタイプのマスカラをつけてみます。うちのカラオケボックス、私が17歳の時に、できました。未だに、細々と営んでおります。カラオケファミリー VIP って言うんだよ、あそこ。正式名称。みんな VIP VIP って言ってくれてるけど。正式名称がカラオケファミリー VIP っていうの。私も17歳、いや、17からバイトしてたな。高校辞めて、ずっと、親父に使われてつってもさ、あの頃結構儲かってたからさ、めっちゃ給料もすごいもらってた。給料も良かったよな。ボーナスももらってたし、私。でもその代わり、やっぱり、結構使われてた。昼も夜も。なんか、人足りない時は、やれって言われてたし、それに、やっぱ友達と休みが合わないサービス業でさ。だから一人でなんかさ、遊び行ってたもんな。休み水曜日とかだったから。彼氏とも、休みが合わなくて。結構、あの、私、仕事人間、意外とこう見えて仕事人間なんで、仕事してましたね、結構ね。仕事を欠かさなかったな。なんか、親父と喧嘩して辞めたり、一時期辞めたりなんかして違うところに働いたりもしたんだけど。でも、その時も絶対あの、ニートとか、あの頃プータローって言ったけどさ。これは絶対です。涙袋の影には、このキャンメイクの01番です。絶対です。01番のこの色が影です。はい。これはもうね、買い足してる。買い置きがあるっつの。何の話したんだか、ニートにはならない。ならなかった、私は。なんかあんまりね、こう、仕事してないっていうのがね、もうね、なんかね、不安になっちゃうんだよね、なんか。生活していくのに仕事しなかったら、働かざる者食うべからずだと思っちゃってさ、団塊の世代でもねえのにさ。やだ、シェーディングがないわ。シェーディングがないから、あっちに行って取ってくるわ。シェーディングは絶対これ。もうね、いろいろ使ったけど、絶対これも。イエベは05番。まあ、イエベもブルメもどうだっていいんだけどね。もうこれしかなくなっちゃったから、今日橋ドラ行ったら買わなくちゃ。橋ドラッグ。福島にしかないのかな、橋ドラッグはね。あの、昔、うちの近所、私が小さい頃ね、国道も全部なんか砂利道みたいだった時ね。その頃、橋裏十字道っていう、なんかちっちゃい野球があってさ。で、おばちゃんがいてさ、そこになんかお菓子もなんか売ってたんだよね。駄菓子屋じゃないけど薬も置いてあるし、ちょっとお菓子も置いてあるよ、みたいな、ちっちゃい薬屋で。で、そうで、橋裏行くべろって、学校前にさ、橋裏のおばちゃんなんつって、言ってたらさ、もう、今や、橋ドラッグっていうドラッグストア何店舗も展開する、ドラッグストアになってますからね。もう、超びっくり。橋裏十字堂のあのおばちゃん、生きてんのかな？もう生きてるべな。なんかあの頃言ってた駄菓子屋、踏み絵商店の駄菓子屋の踏み絵のおばちゃん、私ちっちゃい頃からばあちゃんだったんだけど、もういい、あの、もう、亡くなったべなーなんて思ってたら、ついこの前亡くなったって聞いて、踏み絵のおばちゃん、生きてたんだぞ、つうかなんか、もう、言い方おかしいからみんな。踏み絵のおばちゃん亡くなったんだってじゃなくて、踏み絵のおばちゃん、生きてたんだって、みたいな。で、最近、つうかこの前、昨日死んだんだってみたいな話になって、昨日じゃね、その時ね。ちょっと前だよ、本当に。去年とかかな。海江のおばちゃん絶対100超えてたと思うよ、だって。あの頃、マジで何歳まで生きたのって感じ。つかあの頃何歳だったのって感じ。あ、このキラキラはイニスフリーです。イニスフリーしか勝たんです。これはもう絶対です。これは、
キラキラをつけて、いいなら70歳までつけます。いいよね。自己満だもんね。自己満自己満。そして、おすすめ、もう大好き大好きロム&。大好き大好きロム&の、これはアップルブラウンです。ジューシーラスティングティントの、ジューシーラスティングティントのアップル。これ一回香りを嗅ぐ。すげえいい香りなんだ。これのルームフレグランスとか売り出してほしいもん。韓国すげえな、韓国。韓国キムチ癖だけじゃねえんだな。ちょっと喧嘩しないで、ちょっと。韓国の化粧品ってすごいですよね。このイニスフリーのキラキラも。韓国だげんちょも。韓国だげんちょも。アイーンだげんちょも。志村ね。志村けんが亡くなったなんて未だに信じない。うるさいの。あや、うるさいとみんな嫌がるよ。みんな見てるみんな嫌がるよ、うるさいと。これ塗って、ポンポンポンやって。ちょっと大きめに喋ってますけど、うるさいから。そしてちょっとライト消します。んで、だって。コメント来てたんで、ちょっとお答えしますけど。なしね、ほんと結婚前、5、6年前かな。結構唇にヒアルロン酸を入れてた時期があって、んで、あいつ医療ミスじゃねーみたいなくらい言われるくらいお化けみたいになってたんだけど、今もなかなか分厚いでしょ。これ5、6年前売ってたきり売ってないんだよ、もう。ヒアルロン酸ね。残ったのよ、ヒアルロン酸が。で、マスクにつかないために。こうやるとね、結構ね、意外といけんのよ。落ちないし。マスクなんか使い捨てだからさ、ちょっとぐらいついたっていいじゃない。でもこう、なんかスタバで飲み物を飲むとき、スタバじゃなくていいけど、なんかなんならスタバすぐ、100歩ぐらい歩いたらスタバあっけどもそこにね、いらないけど、スタバのドライブスルーに、歩いて並んだ女だけども。で、何を話してたんだっけ。あ、そうそう、飲み物飲むときこう、マスク外したときに、なんか何にも色がねえ女だとさ、マスク美人。まさしくマスク美人。みたいなこと言われちゃうから。美人でもねえ、面白いけど。勝手に美人なんつっちゃって。怒られちまえ。勝手に美人なんつってんねえよ、誰も美人認定なんかしてねえぞ、おめえのことは。みたいなこと言われちゃうよな。言われちゃうよない。あ、なんかでも眉毛ちょっとしっかり描いた方が可愛いのかな、私。可愛いって言ってる、自分で。でも、この前も言った通り、自分の顔ぐらいは、自分が愛してやらないと、もう噛んだからダメ。噛んだから名言言えなくなった!せっかくワンちゃんが静かになったのにさ。ということで、タバコを吸います、私は。タバコを吸いますよ。タバコを吸いますよ。こう、化粧が終わった後の、一服っていいよねー、思わない？化粧が終わった後の一服。こんな感じの化粧になりました。どうですか？大丈夫ですか？私が吸ってるのは、クールの緑色の濃い方です。味薄い。細いタバコしかもう受け付けなくなっちゃってさ。うちの一番下の子って、セブンスターなんです。いや、吸ってるタバコじゃなく、七の星と書いて、七瀬っていう名前で、セブンスターなんです。まあ、当時ね、当時の旦那様が、セブンスター捨てたつのもあるし、7月に生まれたスターのような子だったんで、私の中では今でもスターです。愛してるよ、七瀬。でも、ナックルとコロスケも、愛しすぎちゃって。なんかさ、今日夢でさ、ワンちゃんがさ、なんか死ぬ夢なんか見ちゃってさ、もうめっちゃ泣きながら起きた。で、またコロスケにうざがらみして、起きてから、コロスケ、コロちゃん起きて、あ、生きてるって、うざがらみしたらすげえ嫌がられて。めっちゃ嫌がられたけど嫌がってなかったかな。ここが、うちの、ワンちゃんのトイレです。ワンちゃんのトイレです。もう部屋の全貌は汚くて見せられません。片付けたら見せます。片付けたら、ルームツアーやります。見たくもねえ。こんな底辺の女の家のルームツアーなんか見たくねえ。よね。ただトイレの壁紙が可愛いから、トイレの壁紙だけ映そうかな。トイレの壁、あ、私壁紙に凝るんだよね。見て、壁紙。壁紙ね、私白が嫌いで、白が嫌いでして。トイレこれ、あ、トイレ開いちゃった。トイレの壁紙、可愛いでしょ。
2階のトイレの壁紙はまた違う壁紙なんですね。あ、ちなみにこの正面というか正面はリビングと同じエメラルドグリーン、エメラルドグリーン、なんつうの、セルリアンブルーって昔なかった、絵の上に群青色とか。今の子知ってんのかな、群青色って知ってんのかな、今の子知らねえ感じするよね。よいしょ。ということで、何おすすめなんか言ったっけ、私おすすめ言ったな。このエイジングケアクリーム、これ安くていいよ。安くていいものを紹介するのが底辺 YouTuber の仕事だと思ってっからね。そうそう。で、セムのコンシーラーをちょ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 んってファンデーション代わりにすると結構肌が綺麗に見えますよっつう。あら、赤みも消えますよってね。赤み消えてる、これ大丈夫大丈夫大丈夫そう、大丈夫そうって流行ってるよね。だってなんかあの美容整形の先生もさ、あの涙袋バーって入れた後にさ、大丈夫そう大丈夫そう、これで大丈夫そうって言ってたもん。だから大丈夫そうって返した、大丈夫そうって大丈夫そうっていう返し方はおかしいけどね。ということで長くなってしまいましたが、どうも申し訳ありませんでした。次の動画もお楽しみください。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録をしていただけるととても喜びます。じゃあ最後にうちのナックルの姿を見て、ナックルタン、ナックルタン、足かゆいの、あよかゆいの、じゃあねー。